の話私もこの前も申し上げたんですけど<え>大好きでね<え>で堀田さんは専門で,で専門というかまあ歴史的にはい、堀田さんはあれじゃないあの日本の日本人で英語の歴史で複数のことを分かって一番分かってる人じゃない一応専門家とそうですね専門家ではありますね,ねすごいな 日本で一番数のことを知っているです。いや、そんなことないよ。そんなことないよ。だから数は、ねうん、やっぱりカテゴリーとして面白いですよね。英語ほど日本語ではね、埋め込まれてないとはいえ、やっぱりこそこかしこにいろいろな現象として現れたり、まあ前回のこのインクルーシブ・ウィーと、うん、エクスクルーシブ・ウィーみたいなものも、<う>まあ,ある意味、 かなり社会言語役ですよねあなたはどっちよりっていうところで常に意識して話す,す、ね、話題はそうでしたね。あとね現代語で私面白いなと思ってるのが、うん、あのー、S つ複数形で例えばコングラチュレーションズってかな複数で言うじゃないですか。あのニュアンスは結構ネテジュースピーカーに聞いたりするんですけどなんでこれ複数じゃないと変なのって言ったら、うん、大体普通の句とは答えられなくて。 だから例えば、コングラチュレーションズもそうだし、それから英語でね、論文書いたりするときに、謝辞って、お世話になった人書く欄がありますけど、あれ、アクナレジメント2だしね。はい。見ながですね、卒論書くとき、S つけてこない。そうそうそう。大体、卒論の頭の方にあるから、アクナレジメント複数形になってないと、ああ、こいつ大丈夫かなってあと、まあ、サンクスもそうですよね。そうそうそう、サンクスもそうだし。 こ、ね、れから例えばアポロジーズ・トゥ・オールみたいな、マイ<あ>・アポロジーズ・トゥ・オールみたいな、ちょっと改まった感じで謝ったりするときもね、うん。あれはまあ、本来はその抽象名詞といいますかね、うん、あるそのお祝いであるとか、こう現象を表すっていう意味で、まあ、素直に抽象名詞っぽいわけなんですが、それをまあ、数えられないものを、まあ、あえて、 えー、数えられるものに変換しで、それがたくさんあるんだよっていうような、つまりまあメニー・タンクス的なやっぱり意味がこ出るっていうか、こう気持ちが乗るって言いますかね、多さ、たくさんという雰囲に感じるんだなっていう。あれなんかすごく感覚的に、うん、まあ理解できるし、面白い現象だなと思います、ねうんうん。そうですね、だから数えられる、数えられないは確かに英語では大きいポイントなんですけれども。うん こう強引に数えさせて複数形にしてとにかく大きいものたくさんのものみたいな使い方の、うん、おこう全体の規模を大きくする S 複数形とは言わずに、まあ、こう量を大きくする S みたいな機能っていうのはあるんだと思うんですよね例えばあのフ,ーってフードって食べ物のフードって昔は加算あのの不加算だったのに今はまあフーズって普通に使うよ なってきてきるのもなるど,どうもなんかいろいろたくさん食べ物ありますよっていうなんかそういうなるほどね豊かですよみたいな。みたいですね、これはちょっとネイティブのある先生は、うん、まあ専門的な方なんで多分そうじゃないかというふうにおっしゃってました、うんまあ。やはり種類を数えられるものとして考えて<う>、まあ、いわゆるあのコーヒーは普通数えられないんだけどカップ・オ、ま、フ、あ・コーヒーの意味で。

いや、そすっか。あの S が。それ、それ親切ですね。ね <laughs> とりあえずがない限り、<laughs> 代わりに図みたいな、うんそう。だからもう手っ取り早く言いたいみたいな。うん、あ感覚的に、やっぱビールって、ね、グラスかジョッキで出てくるから、数え、うん、られるって言ってもおかしくないですよね。そうですね。こう単位が社会的に認められていればこう、ねあ、あえて言わなくてもみたいな。 あとね、テクノロジーズもあの割かし最近複数形で使うことが多くて、てすごい、すごい、いろいろありますよ、テクノロジーみたいな。うん、そういうニュアンスみたいですね。そうですね。他は、まあ、コミュニケーションズっていうのもありますね。コミュニケーションというのが、まあ、純粋な中性名詞の,のに対して、やっぱコミュニケーションズっていうと、さまざまなこう制,制度、施設を含めた あこのコミュニケーションシステム全体みたいな意味がなそういう意味で言うと NTT コミュニケーションズって、うん、まあよく分かってつけてる感じがすると見えますよねそう,そうですねやっぱり会社の名前の英語って結構怪しいとこいっぱいありますけどねありますよねコミュニケーションズってああま,、ね、まあそんな感じでつけてる、ねうんでようね、んうん、まあ意味意味をねそういうふうにちゃんと埋め込むかあるいはまあ響きとして えー、いいものっていうのもね、会社のブラ,ンブランドみたいな名前はやっぱり響きが重要なんで。ね、あとね、これちょっとね、教わっあるイギリス人の方に教わったんですけど、逆にあのマニーって、昔、マニーズって複数形である時期よく使って、ちょっとね、どういう意味だか調べとけばよかった。おおおでも最近、マニーって複数形でほとんど使わないですよね使わないと思いますね、ねね聞いたことないですね。<の>やっぱり 典型的なあの、うん、マスナウンっていうかねあの数の感覚っていうのは、イギリスの地下鉄とかだったら、はいあの、電車とホームの間の隙間、気をつけてくださいって言うときに、はい、マイン・ザ・ギャップ、単数形。はいはい、いますね。マイン・ザ・ギャップ。あれね、結構せ、まあその、ワールド・イングリッシュ、あれ、ワールド・イングリッシュズで言うと、うん、複数形になっている国あるみたいですね。うん、マイン・ h ギャップ s ですかギャップスっていうふうに。ほうほうほう。 あの感覚も、をねうん、そんなに数えるかなっていう感じもしますけど。うーん。なんかどっちでもいいって感じですけどね。<laughs> っていう感じなんで、ね。わかるよって感じ。なんか英語表記で言うとね、まあちょっと、うん、あの日本にあるいろんな英語表記も、ツッコミどころ満載のいっぱいありますけど、半、うん、数、複数の感覚っていうのは、まあ、 なんかついついちょっと正しい正しくないとかって言いがちですけど、うん、純粋に面白いですよね。どう捉えるかう、ね、もう捉え方の問題でこう区切りを明確に意識しているか、うんまあ、マス的なも、ね、のとしてなっているかっていう違いでなんだろうねっていううんあとまあ数の話で言いますとあのいわゆる難心。 こうとかいう数え方の問題なんかもん。えっと英語もまあ一から十まであれなんですけど。十三、うん、以降はなんとかティーンです。はいはい。思うんですけど、十一十二は,いはいはい。はもうなんか変な。変な先になっているっていう、ね。あれはなんか英語史で習った気がします。イレブン。でもなんかいろいろ説あるんですけど、ね。あるんだろう。ええー、あのー。まあイレブンって語源的には。うん あの10まで数えて1余っちゃったっていう。でしょ12も一緒で2余っちゃったっていうので、うん、どうもまあもともと12進数で、うん、えやっていたものが大陸から10進数が入ってきた時に、うん、11と12がうまくこう馴染めずに残っちゃったみたいな言い方を説明したりしますけどね。この前の1と2の話ともつながるのかもしれないけどだからあれですよね、うん あのティーネイジャーっていう時のティーネイジャーっていうのは、日本だと10代の人って訳しちゃうけど、うんうん、本当は厳密に言うと13歳以上ですよ、ね。なるほど、イエブンはティーン含んでないから。そう,そうそう、含んでないから。さ <laughs> ーティーンからがティーンからなるほど。ああ、厳密に言えばそうですよね厳密に言うとあ。でも実際そうみたいですよ。はい、なんかやっぱり13以上っているみたいな感じですね。うんはい、だからあれもまあ本当、ちょっと数の話と数の話と。 うん、両方関わってて面白いですけどそうですね、うんまあ、数はやっぱりこう根本的な、ね、こう人間生活の中で、まあ、あのちゃんと数えない文化もあるっていうのは前,前にも話した通りですがあ一方でやはりかなり、ね、本質的な話題なので言葉上にもその特別さがこう反映されてるってことはいろいろと多いんじゃないかっていう気がしますよね。